猫ちゃん、こら、喧嘩するなら外。お前もだ。そんな声で泣いてもダメなもんはダメ。このホテルは支配人とリュリーティスが働いてる場所で、教授やロイドが泊まってる場所で、とにかくここはみんなの居場所だ。お前の家でも私の家でもない。このホテルに邪妖との戦いを持ち込むのは許さない。さあ行って決着つけてこい。猫ちゃん、こっちに来て。ミルクをあげるわ。リュウリュウ、甘やかしちゃダメだ。邪妖と戦うたびに逃げ込まれてみろ。こんなホテル、ひとたまりもないぞ。こいつのことは追い出すべきだ。確かにこのホテルは支配人や教授やロイドさんや私の居場所だけれど、ここはあなたたちの居場所でもあるのよ。私たちの？リュリーティス城の言う通りだ。今さら水臭いこと言うな。宿泊名簿にお名前を書かれた時点でお客様は家族も同然ですから。そうですよ。私の脳内ではアーナスさんは常時助手設定ですから遠慮などいりません。それは遠慮する。なぜ？このホテルはあなたや猫ちゃんの居場所でもあるのよ。誰も追い出したりなんかしないわ。困っているならなおさらよ。リュリーティス、お前、これを届けに？さっきの邪妖たち、本気モードでしたね。黒猫のことがよっぽど気に入らないのか、それとも邪妖の興味をそそるものでも持っていたのか。はてさて、どっちでしょうな。
ジョーちゃんが今まで暮らしてたところがどんな土地だったのかは知らねえが、ここにいる連中はみんな分かりだ。俺たち相手に遠慮することなんざねえんだぜ。さあ、おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。たくさん食べてね。しろよ。指令書が2通とは気になりますね。この手紙を書いている。お前の血を狙っている連中がいる。いいか、ホテルから一歩も出るな。それでこっちは緊急にこの手紙を書いている。夜へと通じる鍵が手に入った。今から指定する場所へ来い。そりゃ、バカでもわかりますな。どっちかが本物で、どちらかが偽物ですか。アーネス、どうするの？そうだな。ズバリ、一通目が罠だな。ジョーちゃんの動きを封じといて、この鍵とやらを奪う気だろう。ズバリ2通目が罠でしょう。さっきの邪妖たちの動きを見ればわかる。外に危険なことがあるんですよ。むむ、教授とロイドさんってそっくりなのに意見が一致することはないのね。こんなのと一緒にしないでください。外野の雑音は気にせず、お嬢様が決めるのが一番です。こういう時は直感に従うようにしてる。2通目を信じる。先生、俺の勝ちだぜ。ちくしょう、持ってけ泥棒。かけてるし。それじゃあその場所に行くの？鍵ってのが気になるんだ。それに私のブラザーなら私に動くなと言っても無駄なのはよくよく知ってるはずだしね。気をつけてね。うん。2通の指令書ですか。世界の終わりに向けていろいろ起こりますな。気をつけてね。
お呼び。それ。浄化開始。さて、来ては見たものの、どうするかな。案内してくれるって？よし、任せたぞ。なるほど、お前たちが2通の指令書に絡んでいたんだな。
ローマに近いだと。私が、くそ、待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドの巫女。お前、ここに案内したかったんだな。何甘えてるんだか。私を呼び出したのはここに来させるためだったのね。ご覧なさい、妖力がみなぎってる。いや違うな、なんだこの感じは。試してみましょう。アーネス、魔剣を呼んでください。あなたの言葉で、あなたの血にかけて。やってみる。ヨルドに血を奉納する。これでよしっと。我が血のもとに命ずる魔剣ヨルドよ、我が手に来い。冷たくて暖かい、まるで春の雨みたいだ。魔剣ヨルドの依り代のようですね。なるほど、こういうことでしたか。何一人で分かっちゃってるのさ。どういう意味か説明してよ。つまり魔剣ヨルドはあなたを主と認めたの。私を？地上に飛散した青い血は元は夜の君が流したものです。その青い血をこんなにも集めたのは、エージェントアーナス、あなたが初めてです。アーナス、あなたはその手にある夜の力を夜に飲まれず使いこなせますか。こいつを扱うのは厳しそうだけど、まあやってみるさ。あなたを信じましょう。
時間みたいだね。魔剣ヨルドが鍵となり、あなたに宿る青い血の力を解放します。それは新たな力となるでしょう。期待していますよ。これまでの聖騎士は皆魂を夜に蝕まれ闇に落ちました。あの降臨でさえ闇から逃れられなかった。エージェントアーネス、あなたは彼らの二の舞にならぬようにいかなる犠牲にも動じぬ心を持つのです。お帰りなさいませ、お嬢様。リュリーティス様なら先にお休みになられましたよ。支配人、私魔剣に選ばれたよ。魔剣ヨルドを目覚めさせたのですか。さすがお嬢様でございます。魔剣ヨルドは純血の妖魔たちにも有効と言われています。必ずやお嬢様の助けになることでしょう。魔剣を手にした時、ちっとも嫌な感じがしなかった。春の雨みたいに優しくて。それでこんなのおかしい。夜の力を優しいと思うなんて。お嬢様、時々自分で自分が分からなくなるんだ。私はまだ人間なのか、それとももう人間じゃないのか。初めてお目にかかった時、お嬢様はこうおっしゃいましたね。自分の主は自分だと。信じる道をまっすぐに、ご自分を貫き、リュリーティス様を一途に守ってらっしゃる。今も昔もお嬢様はお嬢様です。支配人、さあ温かいうちにどうぞ。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。Thank you.
浄化開始。おいおい、帰りの時間だ。かかってこい。バルテ剣、ヨルドの力切り裂く。ヨルド取れ。Thank you.
ぞ。食事の時間だ。ほっ、はっ、これでどうだ。チアルフィエリア取れ。デイハンター捕まえた。デイハンター、くっつって血をすする。デイゼリラー、血を吸うんだ。デイハンターヨルド、なかなか行こう。デイハンチッチッ、血をデイハンター捕まえた。デイハンター吸っていいぞ。食事の時間だ。燃えろ、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 
地をすする。
血を吸うんだ。Thank you.
スへ。